ここで宣言します。自分はまた豆乳を飲むことにしました。調整豆乳、緑のパックでスーパーとかで1リットルとか1リットルとかで売ってるじゃないですか。1リットルでしたっけ。で無調整の方はちょっと茶色っぽいんですけど、無調整はほんとまずいです。何も入ってない。でも多少イソプラボンが5位ぐらいかな。全然調整の方が味あるんですけど、成分は全く変わりません。だけどやっぱ調整豆乳はなんかこう味がついてるって、飲みすぎるとなんかちょっとあまり良くないって言うんですけど、まあ1日1リットルは飲んで、こうまたお腹気をしようかなって、11月から思ってます。で、豆乳プラスまたあの頃のようにですね、そうですね、豆乳プラス、まあ、まずは豆乳だけでね、またやっていきたいと思うんですけど、本当に自分豆乳飲んでから本当に変わったなとか、あと健康になったなとかあるんですけど、ただ豆乳飲んだらなんかすごい便秘になったんですよね。で、あれ飲み始めてから腸のなんか動きが鈍くなって、ちょっとね、なんかでも僕も豆乳飲み始めようかな、またお腹気にしながら。豆乳は体にいいし、高いけどね、あまり買っちゃうと。だけどもこの2016年去年を思い出してまたやれたらいいなって思います。おそらくこのアカウントで、できる限り30日目とかまでいかないと思うな。まあ、もう帰るから。おそらく20日目ぐらいまでやっといて、それから次のアカウントにまた引き継ぐかもしれません。ほんと最初豆乳を飲んだ時に、本当にこれ美味しいのかなって、なんか騙された感じで飲んだら、本当になんか牛乳もう飲んだような感じだったんです。牛乳ちょっと似てるな、みたいな。色もそうだし、これ本当に豆でできてるのかなって、ですね。騙された感じで飲んでみたら本当美味しくて、あ、これだったら続けられると思って飲んでたんですけど、あと、その時グレープフルーツもね、プラス1リットル、1リットル、1リットルで並行して飲んでたんですね。で、1週間に1回スーパーとかで5本ずつ買ってきて、で、1週間に1日1回飲もうみたいな感じでやってたんですけど、やっぱりグレープフルーツ飲んだら水圧すげえ下がりましたね。でも一時的なもので、また2日3日飲まないとまた出てきちゃいますね。悪魔が。本当、豆乳とお腹気になってから、ほんと、ちょっとね、こんなに効果出るんだと思いましたもんね。また飲み始めたいと思いますね。ちょっと休止っていうか、ちょっと休んでたんですよ、体の方。リセットっていうことで、体の中のこの、老廃物を出してリセットしてまして、今は絶食やってるんですね。で、水だけで、水のみで、3日間、チャレンジしてます。本当に何も食べず、飴も禁止、スープも絶対禁止、もうとにかくミネラルウォーターのみ、ですね。で、